スウェーデンのヘラジカの体重と井戸の関係、ベルクマンの法則とは、ドイツの生物学者、クリスティアン・ベルクマンが1847年に発表したものであり、高温動物においては、同じ種でも寒冷な地域に生息するものほど体重が大きく、近縁な種間では大型の種ほど寒冷な地域に生息するというものである。これは、体温維持に関わって、体重と 体表面積の関係から生じるものである。類似のものにアレンの法則があり、合わせてベルクマンアレンの法則と呼ばれることもある。例えばよく例として挙げられるものにクマがある。熱帯に分布するマレーグマは体長1 4 0トルと最も小型で、日本からアジアの弾音帯に分布する。 月のグマは130から200センチメートル、温帯から寒帯に生息するヒグマは150から300センチメートル、北極近辺に住む北極グマは200の300センチメートルにも達する。また、日本国内の鹿は北海道からケラマ諸島まで分布するが、北海道のエゾシカが最大であり、ケラマ諸島のケラマジカが最も小柄である。この現象の理由は、 体温保持との関わりで説明される。高温動物は常に体温を一定に保つために体内では常に熱を生産している。この熱は筋運動や様々な代謝によって生み出される。他方体表面からは熱が放出され、それを促進するためには発汗による気化熱が利用される。従って体内での熱生産量はほぼ体重に比例し、 放熱量はおおよそ体表面積に比例する。つまり、放熱量は体調の事情に、熱生産量は体調の三状に比例する。これは、体調が大きくなるにつれて、体重あたりの体表面積は小さくなることを意味する。いわゆる事情、三状の法則の例の一つである。温暖な地域では体温を維持するためには、放熱を十分に行う必要があるから、 体重あたりの体表面積は大きくなければならず、小型である方が良い。逆に寒冷な地域では放熱は簡単であり、むしろ体温を維持するためにはそれを抑える必要があり、そのためには大型であることが有利となる。類似の法則にアレンの法則がある。1877年にジョエル・アサフ・アレンが発表したもので、高温動物において同じ種の個体、 あるいは禁煙のものでは、寒冷な地域に生息するものほど、耳、糞、首、足、尾などの突出部が短くなるというものである。これも体温維持に関するもので、このような体の突出部は体表面積を大きくして放熱量を増やす効果がある。温暖な地域では、そのような部分の拡大は放熱量を増やすことで体温維持を容易にすることになる。 逆に寒冷な地域ではその部分から体温を奪われるという点とともに、そのような部分の体温を維持するのが困難なため、当症になりやすいという問題点がある。例えばキツネ類では、アフリカから中東の砂漠地帯には、非常に耳の大きなフェネックが生息し、極地に生息する北極キツネでは、耳が丸くて小さいことなどその例にあたる。あるいは、 最も寒冷な地域に生息する猿である日本ルが、近縁のものと比べても極端に短いを持つこともその例に挙げられる。ベルクマンの法則とアレンの法則はほぼ同じ理由による現象を述べたものであり、実際にはこの両方が同時に出現することが珍しくない。例えば、北極グマはヒグマにはやや劣るものの巨大な体格を持ち、同時に耳は小さい。 またフェネックギツネは小柄であって同時に耳が大きい。ただし耳や足といった構造は生活に直結するものである死体の大きさも体温保持だけが決定要因ではない。北極熊の小さな耳は海中に入ることが多いことから水中生活への適応と見るべきかもしれない。フェネックギツネの大きな耳は地中の小動物を捕捉するために有効であるから そのために発達したものであるとの考えはあり得る。もっともこれには放熱のために発達した器官を利用する習性が生まれたという、いわば全適応の例と考えることもできる資料者が関わって発達したと見ることもできる。具体的証拠なしに考えを進めると、進化の議論はどうにでもなるという一例である。なお、変音動物においては、体温維持の必要がないが、 やはり団地と寒冷地とで動物の体格に差がある例がある。日本でもコオロギやヒキガエルなど多くの変音動物に寒冷地に行くほど小型のものが生息する傾向が見られる。ヘビやトカゲでは、ニシキヘビやオオトカゲのような大型種は低度地方にしか生息しない。このような現象を逆ベルクマンの法則ということがある。 コオロギでは寒冷地では活動できる時間が短いので、成虫になるまでに摂取できる食料が少ないためと言われる。さらに小型のスズム種類では、本州南部では年3回発生、北部では年2回発生する種があり、この場合、本州南部から北に向かうにつれて、小型の個体が生息するが、年2回になる境界線を超えると一旦大きな個体が現れ、 そこから北へ再び次第に小型になっていく現象がある。ヘビやトカゲ、カエル等の多年生生物では低温時では体温を日光浴などで上昇させなくてはならず、体が大きいと上がるのに時間がかかり、十分な活動ができないからではないかと言われている。例えば、ユーラシア北方に広く分布する小持ち科のヘビでは、生態の方が同所的に生息する状態よりも、 春秋中もに活動期間が短い。これは1日の活動家の大きい音の時間が短くなるにつれ、体温上昇に時間のかかる生体の方が実質活動期間が短くなるためではないかという説がある。ありがとうございます。